今入ってきたニュースです菅総理大臣は新たに原発担当大臣を設置し細野総理補佐官の就任が内定しました蓮舫行政刷新担当大臣が閣僚から外れ総理補佐官に就任する方向で調整しています環境大臣は枝法務大臣の兼務が内定しました